こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。さて、今日も無課金サバカ柴犬丸やっていきましょうか。昨日の生放送お付き合いくださりありがとうございます。最近深夜ぐらいしかね、できてないんですけど、ほんと、ね、日曜日の夜からやって、月曜日まで日またぐっていうね、最後までお付き合いくださって、皆さんありがとうございます、ほんと。ありがとうございます。それでは本編行きましょう。はい、今日やっていきたいのはですね、レベル15、3月のクエストダンジョンレベル15でございます。本当にね、実はね、この動画ね、もうテイク何本かわからないんですけど、いろいろね、そのやっていくうちにちょっと潜在がいろいろ変わったりするんで、もう一回これ何回も同じこと喋ってるんですけど、はい、とりあえずね、パーティーご紹介しましょう。はい、こちらでございますね。シールフ&デイトのキャラはね、編成は前回の動画と変わってないんですが、潜在がね、もろもろ変わってるんで、はい、それをご紹介したいと思います。はい、リーダーのシールフ&デイトの、遅延4つ、神キラー2つちょっとはい、リーダー全体制っていうのはね、比較的回避しやすい。でもその潜在タマドラからの遅延3ターンっていうのはもう確定で来るんで、2回、そこで結構状況を崩されて負けることが多かったので、じゃあ思い切ってリラチェーン体制はもう捨てようと思って来ないことにかけるっていう感じでございます。でまあ潜在のその潜在タマドラからの遅延を必ず回避しようという、まあ潜在の配置ですね。こうスキル遅延4つ、神キラー2つっていうのは。でアシストが、マグニート武器ですね。はい、でウィンガンダム02、超覚醒浮遊、上限解放、スキルチェーン2つ、ダブルゼータガンダムの武器です。でガンダムキマリスに、超覚醒浮遊、上限解放、スキルチェーン2つ、ウルトラマン0の武器ですね。これで L 字補いですね。まあ、ロック解除たまにしたいじゃないですか、その時に。はい、つけてます。はい、こちらが、銀鳥ですね。夏休み銀鳥。はい、超覚醒、チーム HP 強化、毒目覚め耐性で、ケロケロアタックがね、ケロケロケロッピなんですけど、消せないはね、最悪もう耐えれるかなと思って、捨てて、その、代わりにバインドとチーム HP 強化を2つ持ってるケロケロケロッピにしました。で、覚醒無効が一番困るんで、覚醒無効さえ回復できたらいいかなと思って、こちらにしております。で、その覚醒無効のね、場が終わったら、無効貫通要員としてもね、働けるように、こう、ちゃんとね、こちらのスキルを使っていきたいと思ってます。で、トリッシュ、トリッシュですね。はい、超覚醒スキルプラス、で、スキルチェーン4つ、で、HP を盛る潜在の最上位のやつを2つつけております。で、イノセントメモリアルつけておりますね。はい。で、フレンドさんのシールフ&デイトラにスキルチェーン4つ、神キラー2つ、で、アマージュの武器つけておいてもらってますと。で、バッチャーとね、当たり前のように、まあ、HP プラスですね。はい。さあ、もう正真正銘ラストチャレンジとなりました。これまで負けること何回かもう数え切れません。で、もう僕が極限にね、集中できる姿で、もうありのままでやらせていただきたいと思います。それではラスト対戦よろしくお願いします。よっしゃー、あ、ごめんなさい、めっちゃテーブル蹴っちゃった。いやー、もうちょっとボンミスがついててね、そろそろね、もう集中力の限界なんすわ。よし、ごめんなさい、ゲップ出ちゃいました。はい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 、いや、この水の仮面がね、結構鬼門でね、やばいかもしれない、もしかしたら。よし、いけた。よーし、さあ、ここは安全に行きましょう。とりあえずロック解除して、ほい、そんな落ち込んでよ、別に。なんか水目覚め、誰、あ、そうか、あのスキルか。で、水ドロップ最近降りやすかったのね。気づかなんだ。よし。気づかなんだ。ウルトラマンの武器にそんな効果があるなんて。4ターンヘイストのつもりで作ってたんですけど、
そんな機能があるなんて知りませんでした。よしよしよし、別に一旦倒したくないんやけどな。オッケーオッケーオッケー、ここから取り捨て使えるでしょ。いや最高のタイミングやねこれ。よし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 、よしよし、あーやばい、水が三つ消しになっとる。落ちてこい、おっしよし、いやー抜けへんのかい。でも大して痛くないからね、この子。誰？ナロちゃん。ナロちゃん優しい。で、あえて、ここでは、次ね、レインボーメタルドラゴンが出てきたように使わないと。さあ。よし！で、次は？よっしゃ、来た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 。オッケー、しかも水の時にエンハが使えるということは。よし、こっち行こうか。で、ドロー鏡も加わって、もうちょっと考えてから行けよ。ほい。やば！やってもうた、これ。落ちてきて、落ちてきて、落ちてきて、落ちてきて。よし、よし、気にかかった、気にかかった。よし、よし、よし。油断せずに行こう、油断せずに行こう。油断せずに行こう。いや、もうどう頑張ってもへん。やばい、分割できんけど、いいやろ、火が効果抜群やからさ、いけるよね、いってくれ、いけ、よっしゃー、クソ野郎が、クソ野郎がとか言ってもうた。よし、いえ、タイミング出てきてくれて、いいように変わってくれたな。これが正真正銘ラストチャンスやからな、ほんま。あーもう機械繋がってる。いやもうここ玉ドラでさ、遅延食らうのマジでかいんですよ、シールフ&レイトなんか。よし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 、向こう缶も余ってると。よし、首ボキって言ったな今。アルティメットバスター使って、いやちょっともうここでもたつくの怖いから、銀一を使おうか、もう。よし。どっちみちね、五貫通は、ウィングゼロが余ってるので、はい。よいしょ、オッケー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 。いいよいいよ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。やばい。次、あれか。自力でいかなかんのか。でも次、ティターニアの可能性もあるから、コアスキル使っていいんじゃないかな。おし！なぜかルーレットと噛み合ったタイミング、たまたま。なんでコンボ加算ついてんのかわかんない。わかんないけど、あ、緊張か。よしよしよし。いいやろ？アザゼルぐらいだったらいけるやろ、いけるやろ、いけるやろ。オッケーオッケーオッケー。よし。スパイスガールも戻ってきて。いや、ちょっと待って。なんで火を持ったんや。はい。ふぅー。耐えてよ、耐えてよ。そんだけ？ああ、痛くないわ。よかった。ちょっと待って、油断して油断した。指減らされてる？減らされてないな。僕のパズルが下手だけは、下手なだけは、ほんま。
そう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 、頼むよ。よし、ちょっと際どいけど、ちょっとごめんなさい、もうちょっとやりやすい格好であります。リアル L みたいになります、なんか服装もあれで。ではいや、なんか指短い、あ、指今度は減らされた。オッケーオッケー、月間にさ、早く帰ってこいや、ほんま。ひぃってことは水消えない、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 消せない。でも2体やからね、2体やからね。うん、そこの1コンボ、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 3コンボ。ヘビ弾、オッケーオッケー。やばいやばい。ここに来て。若干トイレに行きたい。よし。キーマーリスも変えてきた。うん、オッケー。そして腹はグーグー鳴っとる先から。よし、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 け、たまたま、たまたま気があのタイミングで。よし、ちょっと待って、食べるけどボッサボサやん、ま、思ったけど。イエス！次回。我の邪魔をするのというか、お前らが邪魔してるんや。この前も言ったな。やばい、ペインも、この前書いたばっかりなのにさ、実はさ、ペイン先この前書いたばっかりなのに、もうペインが行きそうなぐらい、パズドラと向き合ってるんですわ。よいしょ。12回。ここ火力注意、火力注意、火力注意、火力に注意して。でもデブデブ、デブデブちゃうわガブガブが出てくるのはもう終わったから、ちょっとそこはね、一旦心の余裕を持ちつつ、心の余裕を持ちつつ、いやー、ちょっとそれは持ちすぎだな、余裕。イエスイエス。さあ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 、いやー、ちょっとマジで指減らされてんの痛いよ、これ痛いよ。地味に効いてきてるよ、ボディーブローのように着実に効いてきてるよ。何秒な、あ、違う、これ7秒、7分、ごめんなさい。7分って、多分分かる方には分かってもらえると思うんですけど、よしよし、ちょっとここはあんまり全力でいかんと。どうでしょうか、キーやからね。いや、マジか。あ、でもキマリスならオッケー、キマリスならオッケーなんですよ。キマリス3ターンで3色で、3色月でね、軽減貼ってくれるんですよ。で、デブデブが、いい日にもなった今、怖いもんなしなんすわ。え？いやぁ。リラチェン体制っていうのはね、比較的回避しやすい。今日のスタミナがなくなった。
そう。え、キマリスのリーダースキル詰まって何？僕見たとき3色あったで。3色同時攻撃ダメージを軽減、攻撃力が20倍。軽減やってた？いや、普通に発狂されたんか。じゃあね、ちょっと、ガンホーね、一回は引いときたかったんで、ユーザー設定ちゃうわ。購入履歴、無料配布、6個です。せめてさ、ガチャでさえさ、夢見させてよ。これ言っときますか。はい。よし。にゃー。あ、なんか可愛い。アウズンブラ。え？よくね？え？普通によくないこれ。え？え？ごめんなさい、普通にやった。これちょっと組み込もうかな。言うてね、もうガンダムがコラあったんで、僕は3月以内にクリアしたらいいんで、今は3月13日ということは別にあと18日ある、18日以内にクリアすればセーフということで、まあこれからもね、頑張ってね、15日ランドンちゃう3月クエストを挑みたいと思うんで、応援よろしくお願いします。もしね、この動画が面白かったよ、っていう方ね、おられましたら、高評価、チャンネル登録していただけると幸いでございます。それでは、もうめちゃくちゃ腹減ったんで、はい、ちょっとなんかね、胃に入れてから、ちょっと動画編集しますんで、そうですけど、ね、見てください。見てくださいって、見ていただけたから、ここ見てもらえてるんやろ。それで、よかったら、活動一覧というのでね、この前 TikTok に1本動画上げたんで、はい、そちらもね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではね、お疲れ様でした。